はい、おはようございます。ちなげに近所暮らしです。おはようございます。はい、ということで、今日はですね、広島戦ですね。はい、マツダスタジアムに、行って、広島戦、ございまして、結果が1対2で、負けましたね。はい、まあ、今季初の黒星ということで、はい、1対2ね、ほんと終盤のね、攻防、いやワクワクしたんすけどね、あそこで勝ち越してればっていう、はいっていうねシーンがありましたね。はい、いやまあでもね、黒星つきましたけど、まあ収穫としてはやっぱ小沢くんがね、しっかり6回をね投げ切ってくれたっていうのが、うん、非常に良かったなと、はいっていうぐらいですかね。あと西川選手ね、やっぱいいなっていうのね。はい、まあ振り返りですけども、はい、まずね先発の小沢くん、はい、ちょっとオープン戦がね、ちょこちょこ打ち込まれてて心配だったんですけども、はい、6回無失点ということでナイスピッチ。はい、そしてすいませんでした、はい、大丈夫かなとかねすごい不安がってたんですけど、はい、ナイスピッチングでございました。はい、球数91球ですね。はい、でなんと被安打が2、たった2個、うん、まあ、フォアボールも、2、3個 ?2 個かな出してましたけども、はい。そういう人もよくやりましたね。はい。素晴らしい。うん。あそこ、ね、ランナー2塁の場面とかでもね、いいとこで三振取ったりとかね。うん。で、ゲッツー打たしたとこもありましたね。うん。まあ、相変わらず小沢くんの、いいところの、いいとこね。はい。多い変化球で、ちょっとコースをついてね。打ち取るというか、うん、やっぱ相変わらずの、ゴロピッチャー、うん、いい打ち取り方できたんじゃないかと思いますね。はい、ただちょっと今日はね相手のね床田投手も良かったので、ちょっと相手が悪かったですね今日ね。うん、ちょっと相手ピッチャーがねいいのがね続くというか、うん、中日でも涌井投手めちゃくちゃ良かったですしね、本当ピッチャーのレベルって上がってんだなっていうね。はい、ちょっと相手が悪かったですね。はい、まあ白星ねつけてほしかったですけどね、いやーなかなかね厳しかったですね。はい、で7回ですね。はい、7回にピッチャー変わりまして大西くんね。はい、大西くんが 0.2 回を、1失点、まあこれは自責ですね。その後の香山投手が打たれて、失点という形、自責ついちゃったんですけど、はい、まあフォアボールでね、うん、ランナー出しちゃったっていうのがねちょっとまあ痛かったかなと。はい、まあ、でも大西君は、はい、ようやってるんで本当に再三言いますけど、うん、本当にね登板も多いし、うん、本当なんでしょう、便利なとこでね、本当高津さんもかなり頼りにしてると思うので、うん、本当にこう行ってほしい時に困ったら大西って感じにね今なってるんで、うん、まあ、大西投手はもうねしゃあない、まあ、ツーアウトは取ったんでね。はい、で香山投手ね、はい、香山投手がまあ、0.1 回無失点ってなってますけども、秋山選手にですか、はい、タイムリーね、1回アウト判定食らったんですけど、アウト判定取ったんですけどね、リクエストで覆されましたね。はい、いやー香山投手ね、やっぱちょっとね打たれたり失点するのが中日戦から、うん、ちょこちょこ続いてるのでね、うん、どうなんですかね。いやーまあまあ欲を言うならばというか、もうちょいやっぱビシバシね抑えてくれるかなってね期待してたんですけど、まあ対左ね、対左の秋山選手に対して、まあ追い込んではいたんでしょうけど、やっぱこうワンポイントで出てくるような左のピッチャーはね、やっぱなるべく左バッターはねアウト取ってほしいなってはね思うんですよね。シュートかスライダーの2択、うん、シュートかスライダーの2択か。なんかもうちょい僕ね、ストレート、今日ストレート投げてたかな。うん、でもなんかまあシュートにしろもうちょい球速出るかなってね、思ったんですけどね。うん、ソフトバンク時代はどんな抑え方してたんですかね。うん。ちょっとストレートがあんまり速くなくてね、うん。もうスライダー張られたら結構パチンっていかれそうな感じのね、今のところですけど、うん。チングしてるんでね、ちょっとねっていうね、はい、ということで、まあこれでね、一時
勝ち越しを許してしまいましたね。はい。でその後追いついて、はい、8回を清水もね、はい、まあ1回1失点で、負け投手と。いやー、前回の登板時もね、ちょっと打たれてましたよね、確かにね。今日は先頭ですか、はい、先頭に、フォークをね打たれましたね、ライト前にね。いやでもね、投げてたコースね、かなり悪くないとこというか、普通に低かったんでね、しっかり低めにフォーク落としてたんですけど、ちょっとそれをね拾われたんですかね。で結局バントでね、菊池選手に一発で送られてランナー二塁で、野間選手か、に、三塁打打たれちゃって、まあ負け投手ということで、しみのぼもちょっとね心配っすね。やっぱ勝ちパネ8回はもうしみのぼっていう、もうなんでしょう、期待というか、まあ抑えて当たり前じゃないですけど、まあ若干でもそんな気持ちしますよね、しみのぼには。抑えるのは当然だって、ちょっとね、やってくれるよねっていう期待はやっぱりあるので、勝ちパなんでね、で実績もあるし、で去年が8敗でしたっけ。去年も結構ね負けてるんですよねなんでね、ちょっとね頑張ってくれ。はい、もうシミノボ抜けたら結構やばいっすよ、本当に。だから本当頑張ってくださいとしか言いようがない。なんでしょうね、なんかキレとかは別に悪くないと思うんだけどな、なんか打たれるんだよな。はい、って感じのピッチャー陣でした。まあ打線がもっと取ってればとかも思いますけど、まあ2失点ねようやってるんだよね、ピッチャー陣ね。まあ思いますけど、でもやっぱこういう競った場面ちょっとね守りきりたいっていうかね、しっかりねこう投げ合いに、なんだろう、ちゃんと相手とちゃんとね投げ合いに勝ってほしいというか、まあその気持ちはねもちろんありますね。はい、まあどうまい、はい、まあ小沢くんがね、とにかく、まあ、6回無失点ということでね、本当にローテにまたまたねいい兆しが見えてきたなっていうね、はい、のが本当プラスです。はい、吉村、ヤフーレ、サイスニードね、サイスニード、吉村、ヤフーレ、小沢と、はい、っていう感じで、はい、本当にローテ頑張れよっていう。打線の方ですけども、まあそうですね、まあ、ちょこちょこ散発でね、ヒットは、まあ、出るっちゃ 出てない方ですよ、もちろん出てない方ですけど、まあ、出てはいるかなって感じはなんとなくしました。はい、まあ相手の床田投手、はい、やっぱいいピッチャーっすね、セリーグの左でも本当に屈指のというかね、本当にこう上位に入るというか、去年が2桁勝ってますよね、確かね、11勝10勝、まあ結構そこら辺は多分してると思うんで、まあ相変わらずそれはねいいピッチャーだなっていう、はい、感じで、まあなかなか打ってなかったですね。はい、チャンスが来たのは3回ですね。はい、ランナー1、2塁かな、はい、で西川選手がねセンター前打って、ランナー2塁の北村選手が、ホームに突っ込むんですけど、まあアウトにされるということで、まあこれはもう相手の守りが良、ね、かったですね、野間選手の、はい、素晴らしいバックホームがね、いやー、まあまあ回す気持ちもね、まあ、もちろんね分かりますよ、まあ、相手床田投手ですしね、もう本当に1点が物を言うっていう場面なんで、まあ、回す、ね、気持ちももちろん分かりますよ、まあまあまあしゃあない、ちょっとでも野間選手のね送球がそれてたらって思うけど、もうこれは相手が見事なんじゃないですか。はい、でなんか村上選手が盗塁した回もまあチャンスありましたけどね、まあ、ちょっと長岡くんねなかなか打てないですね、今打率が1割なんかだと思うんですけど、ちょっとねやっぱりこう、まあ、守備はいいのはもうね重々承知してるんで、やっぱりね打ってもらわないと、守りだけじゃちょっとあかんよっていうね、もうちょい打ってくれないとね。はい、であと8回ね、はい、点入れられて、1点勝ち越された、その次ですね、はい、ワンアウトからまずね、代打川端がヒットと、 OK、 はい、来ました川端さんね、代打川端3打席目でようやく初ヒットですかね。はい、いや今年も本当によろしくお願いします。はい、助けてください。
はい、でダイソー岩田選手に代わり、はい、でそこでね塩見選手が二塁打 OK、 うまうま最高ですね。前回の試合でホームランも打って、今日は二塁打ですか。いやー調子いいんじゃない。ほんとね、もう一番塩見はもうずっといてくれよ。もうずっと再三言うけど怪我しないでください。はい、でワンアウト二三塁、ね、まあだからワンアウト二三塁で、まあ、とにかくねやっぱ1点が欲しいと、で2番3番が回ってくると絶対1点は入れなきゃあかんよっていうね、いう場面で西川選手が、犠牲フライを放つということで OK。 ハルキスト爆増頼もしい。いやーやっぱこう最低限ができるっていうのもいいですね。本当にもう素晴らしい。本当にヒットじゃなくてもいいから、もう本当にとにかく同点に追いつけという場面でもう最低限やってくれる西川選手最高です。ヤクルトに来てくれてありがとう本当に、ね、だからその前のねあのホームで支えちゃったセンター前もねあわやタイムリーですから本当惜しかったですね。素晴らしい活躍ありがとうございます。はい、でオスナ選手村上選手が連続四球でね、満塁で、まあ、サンタナ選手に回ってくる、ツーアウトですね。ツーアウト満塁でサンタナ選手なんですけども、まあ、ショートゴロということで、まあ、今日は、はい、今日はちょっとサンちゃん、きつかったかな、三三振とこのショートゴロですね。はい、まあ、今日はからっきしでしたね。はい、まあ、でも、あの頼りにしてますよサンタナ選手は。はい、まあ、今日がダメだったとはいえ、全然まだ当たってる、当たってる方ですし、ちょっと切り替えてくださいサンタナ選手。はい、新たなバッティングが必ず必要になってきます。はい、って感じで、まあ、最後は、栗林選手ですか、相手が抑えね、はい、出てきて、まあ、抑えられましたと、はい、いうゲームでしたね。だからまあね、まあ、別にピッチャー陣のことそんなに言うあれもないですけど、やっぱこういう僅差ではね、本当1人の出塁、1個出塁させると本当どんどん負けが近づくんだなっていうね。はい、今すごい当たり前のこと言いました、すいません。はい、もうそうですしねやっぱチャンスでねいかにして打つか、まあ今日はちょっとチャンスの演出もそんななかったんで、まああれなんですけど、まあ、こんなねいいピッチャーが、相手でねいいピッチャーが当たるときはもうこれから再三来ると思うので、こんな風にね、まあ、毎回だんまりっていうねわけにもいかないですから、はい、もう切り替えて、はい、明日勝ちましょう。はい、まあ勝ち越せたら最高っすよね、マツダスタジアムでね勝ち越せたら、まあ、でもとにかく本当に最低ラインとしてはもう一勝はしてほしいっすね、さすがにね。はい、ということで明日頑張ってください。はい、で明日のピッチャーが、相手先発見てないな、誰だっけな、わかんない。はい、とにかく、うちは高橋刑事としてね、はい、刑事くん左のエース待ってるよ本当に、左のエースが見たいんだ俺は、ヤクルトの左のエースが。はい、ということでね、高橋刑事投手、多分いい感じでね、いい感じでオープン戦も来てたと思うんで、はい、きっとやってくれると思います。はい、そして打線はもうさっさと援護、もう早い段階でね、援護よろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画は以上にします。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。はい、お疲れ様でした。